皆さん、こんにちは。今日はですね、基本書を読もうということで、今日、網野先生の本をですね、ツイッターの方にあげたんですね。で、僕は、商標については、網野先生に初めて学んだってことになります。で、どういうね、関係だったのかというと、前職ですね、前職の顧問だった先生なんですよ。で、2週間に一遍来られて、自分の本を読めって言われたんですね。で、そして、この問題について、なんか問題点について説明しろって言われたんですね。私は質問しろって言われたのね。で、そこで、一生懸命これ読みました。で、今、基本書って皆さん読んでるかな？多分読まないと思うんだよね。で、商標だけでこのぐらいあるわけですよ。で、これ見てね、多分先生のこれ、サイン書いてるわけですよ。当時の第1版に近いのかな？第1版ですかね。で、この本について私はちゃんと読んでいたんです。ね、で、それによって何がいいことがあったか。確かに最近の試験であるならば、多分ね、読むことによってプラスになることはないかもしれません。深い論点でないかもしれない。だけど、文体ってこれやっぱしね、学んでもらいたいんですよ。公的な文体。やっぱいい基本書って文体が極めて素晴らしいんですね。これ、網野先生もしかり。で、あるいは中山先生の本もしかりなんだね。で、これをまず見てもらいたい。で、そうすると、自然とね、論文の文章って書けるんですよ。で、多分ね、これ書けませんと言ってる方、こういう本を読んだことが多分ないんでしょうね。一つは、理科系が多いってことはあるかもしれません。で、ぜひ読んでもらいたいと思ってるわけね。で、時間が今あるわけでしょ。ある時に少し触れてもらってもいいと思うんですね。こういう本って。ね、やっぱし、こういう基本書っていい本です。ぜひね、文体を学ぶっていう意味では読んでもらってもいいのかもしれません。